前長いな質問が。チコちゃん、チコちゃん、チコちゃんが、はい、3回言いましたね。あ、すみません、いや映像とかだったら次のとか出てみたいわ。ちょっと待っててほしいですね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、シネマトゥデイという、映画の情報を、はい、インターネットとかで紹介しているウェブサイトのものです。存じ上げております。ありがとうございます。はい、本当っていうのと、まあそこまで最初から決まってたのかなっていう気持ちと、大人の計画的な催し物なんだなっていう気持ちもありました。でも本当に多くの人に見てもらえるのが一番嬉しいですからね。まずなんか見ていただいてる人の顔が浮かびましたね。偉人の方を演じてましたけども、チコちゃん、チコちゃん、チコちゃんが、はい、3回言いましたね。あ、すいません、いや、ごめんなさい、ちゃん付けでいいのかなと思ってはい、いいです。いや、うまくお話作られてるなと思いましたね。チコが偉人さんに気づきを与えるっていうストーリーでしょ。そんな大役いいのかしらっていうのと、嬉しいのと、心が引き締まりました。まあ舞台はもう本当にこうね、期間が長いですから、やっぱり体調管理ですよね。そこがやっぱり一番で、いろんな部署の人がいてみんなで作っていくもんですから、チコはたまたま出る側なだけで、裏方も表方もないなっていう気持ちでやってたので、元気に毎日時間通りに行ってこなす、それがもう全てでしたね。それはまあ多分トム・クルーズも一緒だと思いますけど。ご存知、知ってるんですね。そうですね、私の知り合いのおじさんが同い年なんですよ。キム・クルーズとか言って言ってましたけど、ゲストのコーナーとか、あ、映画ではないか、ないんですけど、青木さんの清少納言の時と小川夏実さんの紫式部の時は、お二人がちょっとアドリブ気味にこう打ち合いをなさるので、そこ止めるタイミングとか、ちょっと止めるセリフとかは楽しみであり、ちょっとアドリブ的な要素もありましたね。あそこでなんかセリフの中であったんですけど、紫式部と清少納言の年齢がね7歳差っつってね、それを知れたのが面白かったです。紫式部の方が下なんですよ、7つ。いつも岡村がいるから安心してるわけじゃないですからね。岡村の方がどんな問題出されるんだろう、もし正解しても漢字が書けなかったらどうしようっていつも不安がってるみたいですよ。岡村は私の心にいつもいますから大丈夫です。はい、踊りのシーンが、はい、まあ、特徴の一つですごく良かったんですよ。まあ、実際に近くでなんかその上手いよっていうのは聞いてたりしつつも、高橋さんたちがですね、なんですけど、実際にこの舞台の上で、舞台でやってる姿を見て、観客目線ではすごいなっていう感じだったんですけども、なんかチコちゃんとしてこの近くで隣でこのさっきまで一緒にしてた人たちが急にあんなすごいシーンを作り出すっていうのは長いな質問が。すいません、もう聞きたいこと分かってんねん、はい、踊り近くで見てどう思いましたかやろ。はい、です、うん、あ、そうでしょ、緊張せんでええねんダンスと歌は本当に素敵でしたね。歌詞もやっぱり初めて言う歌詞、歴史上の四字熟語だったりするわけでしょ。その辺がもうつながりがある歌詞ばっかりじゃないから、それと同時にあのダンスですから、すごく練習したと思うの。実際お稽古も何日もやりましたし、それも見てましたし、で稽古場で見るのとやっぱりね、舞台上で躍動されるのとね、やっぱり全然違いますね。衣装をつけて、しかも笑顔もありながらですから、素晴らしいなって思いました。横で見れて感動したし、客席でも見たいと思いました。やっぱりみんなが知ってる歴史、実際にいた人物がどうやって歴史を、政治を、国を作っていったのか、そこに入り込んでいってどうチコが動くのかっていうところを一番注目してほしいですね。なるほど、ラブロマンスなんて似合わないかもわかんないけどな、
なんかつかアクションとかもできたらやってみたいかなっていう気がしますね。舞台ではなかなか難しいかもしれませんけど、映像とかだったら次のトップガンとか出てみたいわ。ちょっと待っててほしいですね。これはもう知ってる人も知らない人も、歴史の中に私が入り込んでどんな動きをするのか、すっごくね重要な役割を担ってるので、ぜひ注目してね、楽しんでみてください。よろしくお願いします。チコちゃんに叱られるオンステージ、その時歴史はチコッと動いた。ぜひぼーっとしながらでもいいから見てちょうだい。チコちゃんの前に突如現れたタイムマシーン。チコちゃん助けてほしいんだ。日本の歴史が大変なことになってるの。タイムスリー。待ち受けるのはボーっとした歴史のオールスターズ。どう？似合う？肝心の道の作り方がわからない。うん、お前足も使えるようになったのか。このねじ曲げてるやつは何が目的なの？行こう。顔しか触れないよ。すごい悪口言ってたのに。驚きすぎてタメ口になってる。トリーバカー殺す猫。ねじ曲がった歴史を元に戻すことはできるのか。あんたが先に謝る。あんたが先に謝る。歌と笑いと学びのファンタジーステージ、チコちゃんに叱られるオンステージ、その時歴史はチコッと動いた。映画館で待って。